それでは第3講義を始めましょう。プランはですね、01が二次正方行列の演算ですね。それで次に、二次の行列式、これは定義して、クラメールを使っただけですけど、もうちょっと詳しくやりましょう。3番目が、二平面の交わりとベクトル積って話です。で、04は、これ全部できるとは思ってないですけど、内積とその応用という話です。それでは始めましょうか。それで、じゃあこのプレゼンテーションファイルから始めましょうか。それで、ですね、この ABC というのは N 次元列ベクトルですけど、N イコール2とか3については高校生の時や、学んだ内容です。A たす B は B たす A、これもいいですね。A たす B プラス C イコール A たす B たす C、要するに B たす C を A に加えるのと A たす B を C に加えると同じですね。で、ちょっと注意してほしいんですけど、これがあるから これがあるから、A たす B たす C と書いても、どちらでも好きな方を使って計算すればいいわけですね。で、それで、一時括弧つける必要ないですね。さらに、A たす B たす C。これは、面倒くさいこと言うと、ちゃんと証明しなきゃならないんですけど、4つのベクトルを加えるっていうのも意味がありますね。それも、だから、足し算というのは基本的に2つのベクトルの間なんで、だからどんなふうに加えていくかっていうのを指示しなきゃなんないんだけど、これがあるんで、どんなふうに加えていっても同じものはできます。そこはちょっと面倒くさいところですね。それで、それ証明書って言ったら、4つの場合証明書って泣きますね。それで、次は、AB が N 次元ベクトルで、ラムダミューが実数の時に、A にミュー倍してラムダ倍するのと、ラムダミュー倍 A に加えると同じですね。それから、A にラムダプラスミュー倍をかけるのは、ラムダ A とミュー A を加えるものですね。言いかけると、これ分配法則って言いますけど、この足し算が外に出ます。それから A たす B にラムダ倍加えるのはラムダ A とラムダ B の和です。要するにこの分配法則って言われて、これを外に出します。こういうのを使っていきます。それで、これはいいですねとか言って でいいんですけど、もうちょっと説明しました。それで、次はですね、まだ行列同士の積は定義してませんでした。ここに定数倍、二次正方行列に定数倍加えるというのがありますけど、これはやりましたね、前回。それで、二次正方行列2つあるとしましょう。で、表現は3通りありますね。こういうふうに、成分を4つ、2×2 個って言った方が正確ですけど、並べるのと、列ベクトル HA2 を並べるのと、 HA2 ってこれ太文字で表すのは私の習慣なんですけど、行ベクトルを並べる、こういう3通りの方法で表現されます。B も同様ですね。それで、
A+B とか A-B は、まあ、要するに成分、多用する位置の成分の足し算であったり引き算ですね。それでこれは同様に列ベクトル1列同士加えて H+B12 列同士加えて N+B2 これ並べるっていうのが足し算ですし、行ベクトルも H と B1 を加えて A2 と B2 を加えるという形でもいいです。まあ、なるべく列ベクトルで表現していくというのが大事だと思ってます。まあ、なるべくもうそのなるべくですよ、その成分を使わないで表現していくことを始めましょう。慣れてほしいわけですけど、あとはこれは復習になるんですけど、実数倍、実数を A にかけるというのは各成分にかける、これは他ならぬ1列2列それぞれにラムダ倍、ラムダをかける、それから1行2行にラムダをかけるのと同じことですね。それで定理値はA+B=B+A ですか。これいいかな、どれがやるかな決めてないんですけど、例えばですね、これやっちゃうと何次正方行列、何行何列の行列でもいいんですけど、1番でやってみると A=AIJ、 いいですか、 I 行 J 列が AIJ だっていいんです、いいですか。で B=BIJ ですか、これも I 行 J 列、そういう意味ですね。そしたらA+B はの I 行成分というのは AIJ プラス BIJ ですね。B+A は BIJ プラス AIJ ですね。これ各成分同士等しいですね。これ等しいですね、中身。だからこれ等しいわけ。または A が A1、A2 しますか。B が、B1、B2 ですか。そしたら、A+B は、A1 プラス B1、A2 プラス B2 ですか。で、それで、それで B プラス A はそうすると B1 プラス A1 ですか、 B2 プラス A2 で、でこれ1行も2行もこれ等しいですね。さっきやった同じ1字必要ないと思うんだけど、これ使うのね、ベクトルの。そうするとだからこれ等しいっていう、まあいろいろありますね。で2番はどうしよう。2番はまあこれすでに C=CIJ とか やります。そうすると A+B+C というのは AIJ プラス BIJ プラス CIJ ですね。で、A たす、まああまり成分を使うとか言っておきながらそれはないぜというふうに思うかもしれないけど、これは AIJ たす BIJ プラス CIJ ですね。I 行 J ですから。そしたらこれ等しいですね。だからこれ等しいわけ。あ、そんな感じですね。それでまあだから列ベクトルでやりたかったら C が C1C2 にしましょうか。まあだから
か反転教育っていうのが流行ってて、自分で証明してみるってことがすごく大事なことですね。今はなんかちょっと濃厚接触が難しいからセミナーできないけど、それのセミナーでやるのは大事なことですね。いや本当に、まあ数学というのは反転教育がすごく合ってるんだと思うんですけど、そうするとこれちょっとバカ正直にやっちゃうと、これとこうですね、別にこれは1をですね、i にしか j がいいのかな、列だと。そういうふうに書いてもいいんですよ、別に。で、だから それでもいいんですよ、別に。そしたら j 列のことだっていうふうに分かっちゃいますから。で、a たす b たす c ですけど、a1 たす b1 たす c1 ですか。A2 たす B2 プラス C2 ですか。で、そうするとこれその結合法則って言うんですけど、これは結合法則、この2番があるので、これですね、これとこれ、これとこれ等しいですね。だからここ等しいわけ、まあ、こんなふうにでもいいですよ。で、3番目はわざわざ赤で書く必要ないな、これ。まあでも、まあいいや。それで3番目は、まあラムダミュー倍の A というのは、さっきちょっと言ったけど、いちいち1行2行ってやる、あ、1です2ですっていうふうにやる必要なくて、ラムダ倍のミュー倍の AJ ですか。これで、そしたらこれラムダ倍のミュー倍の AJ ですけど、どうですか。これこれがあるからいい。これこの3番の3番があるのでいいですか。ラムダミュー倍の AJ ですね。そしたらこれラムダミュー倍の AJ、 こう書いたら AH ベクトル、 A2 ベクトルというふうに、並んでると思うわけね。そしたらこれが、ラムダミュー倍の A だってわけです。それでじゃあ4番と5番は自分でやりましょう。だから4番と5番は各自やってください。こういうのは反転教育で私にやってもらうっていうのもいいかもしれない。要するにここの4番と5番使うだけですね、ベクトルに関して。いいですか。じゃあこれおしまいね。これやっとけば大体いいですか。特に例えばこの列のをなんか AJ って書いて使うと、後々これがですね M 行 N 列で ABC が M 行 N 列の場合に OK だっていう定理につながります。いいですか。それで、それをいきなりやると大変だから 2×2 でちょっと慣れてもらおうっていうわけです。それで、次は ABXYQ は二次正方行列ですね。いいですか。思い出しておくと、その二次正方行列同士かけたら二次正方行列なわけね。それで、ちょっと難しいな、どうやるんだとか言っちゃって。それで、いいですか。それちゃんと説明があるんだ。続きがあって、これ説明手書きで始めるとしたら大変だなと思ったんだけど、そうでもないですね。ちゃんとありますね。これね。まず1番からいきましょうか。
そのばっかり言ってますけど、E がずっと使うんだけど、A はA1、A2、これ全部二次性、二次元レスペクトですよ。B は B1、B2 ですか。それで X は X1、X2 で、Y は Y1、Y2 ね。で、ここに出てくる8個のベクトルは全部二次元列ベクトルです。それをだから2つ束ねてるわけね。まあそんな感じです。Q もそうですけど、後で必要あったらやります。それで、この 1番を証明するのに、これを示します。いいですか？どうやってやるんだろう。難しい。そうするとですね、まず掛け算の方だけど、これちょっと使いましょう。そうすると左辺はどう？x1x2 は使いますよ。a1 プラス b1、a2 プラス b2 ですか。これに x1x2 をかけます。そうすると x1 倍の a1 プラス b1、 x2 倍の a2 プラス b2 にします。いいですか。そうするとこれ展開できますね。まあゆっくりいくとx1a1 プラス x1b1 プラス x2a2 プラス x2b2 ですか。そうするとどうかな。x1 とか x2 があるのはここですか。これとこれね。それで A1 ですね。A1、A2 あるのがここですね。それから、B1、B2 がこれですね。そうすると、何？そうすると、ピンク色だけ集めると、x1a1 プラス x2a2 ですか。それで、あとは x1b1 プラス x2b2 ですね。そうしたら、どうかな。これ、HA2、ひっくりか、HA2 に X1、X2 にかけてますね。これ、B1、B2 に X1、X2 にかけますね。そうすると、これ、A に X かけて、B に X をかけますね。だから、これが示されました。いいですか？それで、じゃあ次のこれね、これどうですか。大丈夫かな。大したことないかと思ったけど、ごめんなさいな A にラムダ X かけるっていうのはどうですか。A1、A2 にラムダ X1、ラムダ X2 をかけるわけね。そうするとラムダ X1、A1 プラスラムダ X2、ああ間違いだ。こうかな。A2 ですね。
そうすると、これ、ラムダ倍の X1H プラス、これやってたっけ、多分前回。正確にはこうだね。で、ラムダ X2A にですね、まあ、ゆっくりやりましょう。そうすると、ラムダでくくると、X1H プラス X2A にですね、そうすると、ラムダ倍の、もういいかな、これ、X だって。だから、何が出てきたの？これとこれが等しいのか。いいですか。じゃあ、どれ？ちょっとごめんなさい。これ、ラムダ倍の A の X に変えてください。いいですか。ごめん、ごめん。そうしますと、この真ん中の方はからいきます。ラムダ倍の A の X は、ラムダ A1、ラムダ A2 の X1、X2 で、これ X1 倍のラムダ A1 で、X2 倍のラムダ A2 ですね。そうすると、これ、大変だね。こんなに丁寧に昔学生時代勉強したかというとそうでもないですね。そうすると、こうなりますね。まあ、なんかこちらからピックアップ引き上げればよかったんだけど、こうなりますね。そうするとちょっと変だけど、どれでもいいんだけど、まあいいかな、これで。で、これはどっかにあるじゃない、これここにありますね。ですから A 倍のラムダ X ですね。だからこれとこれが等しいわけで、ちょっとなんかこう間違えててすいませんね。よいしょ、というわけです。これ外しとこう。まあ、というわけで、これ2つ、ちょっと準備なんですけど、これを使いましたね。じゃあ、これで準備が終わったんで、1番を証明してみましょうか。大変ですね。まあ、でも、まあ、ちょっとややこしいからね、いきなり行列なんて。高校生の時は、まあ、なんとなくやったってのも本当に良かったのかもしれないですね。僕みたいに。それで、あまり興味もついてないですよ。難しく考えないですよ。全然ないですから。で、そうすると、A たす BX、この1番ですね。A たす BX イコール、A たす BX1 で A たす BX2 ですね。これ、今、示したけど、この公式を、分配則を使うと、で、AX1 たす BX1、AX2 たす BX2 ですね。で、そしたらこれ、ちょっと逆向きするの大変だけど、AX1、X2 と BX1、BX2 をの加えたもんですね。そこで AX と BX ですね。というわけで、この1番 OK ですね。あと2番、3番とかいうのは結構楽で、いいですか。まあ、結果書いてあるから、これぐらいにしときまして、いいかな。AX プラス Y っていうのは A に X1 プラス Y1、X2 プラス Y2 ですね。そうすると AX1 プラス Y1、AX2 プラス Y2 ですね。そうするとこれ分配則というか、これは線形性ですね。足し算だけのやつで AX1 プラス AY1、AX2 プラス AY2、ここ大事ですよ。これ線形性ですね。それで AX1、AX2、AY1、AY2 ですね。そうするとこれ AX だし、これ AY だから AX プラス AY ですね。で、示すの、
そうすると次は3番ね。3番、そうするとどうかな。3番は A 倍の αx イコール α 倍の x イコール α 倍の x か。お、大変。これ何かというと、あ、これラムダになってるね。そうすると、これは A 倍のラムダ、ラムダ x ですね。いいですか。だから、ラムダ x1 を a にかけて、ラムダ x2 を a にかけたのを並べてますね。いいですか。そうすると、さっきの、これを使うと、これがこっちに行くから、ラムダ ax1、ラムダ ax2 ですね。これなんですか。これはラムダ a に、x1、x2 かけてるから、これ x ですね。で、さらに、ラムダは、ラムダ ax1 っていうふうな形にも変えられまして、これ何かというと、ラムダ倍の、ゆっくりいくと、ax1、ax2 で、これ、ラムダ倍の ax なのね。まあ、というわけです。で、証明できましたね。それで、ちょっと元に戻すと、ですから、これ、別に、aαx っていうふうに、だから、3つも、a 倍の αx って書いても別に、いいわけですね。まあ、あんまりそんなふうには書かないけどね。いいですか。で、結合法則はもうやってますね。だから、これはもうよしですね。じゃあ、このプレゼンテーションファイルはおしまいです。じゃあ、ちょっと一旦ここで切りましょう。